隊長龍の今日のご飯。はい、どうも隊長龍です。今日もナレーション入れていきますよ。はい、ということで豚バラ大根です。はい、それからね、今ちらっと映りましたけど、天ぷら、さつまいもの天ぷらと、あと人参でしたね。はい、天つゆでね食べたら美味しかったかな、もっと。はい、でもね、めんどくさくて醤油かけちゃいました。はい、これでも十分に美味しかったです。グレース。はい、さつまいももね、さつまいもの天ぷら美味しいですよね。はい、グレース。豚バラ大根、こんなにね厚く切ってあったのに、なんとこれね、口に入れるとめちゃくちゃ柔らかいんですよ。はい、グーです。大根にお肉を柔らかくする成分って入ってるんですかね。あの、大根と一緒に煮ると柔らかくなるとかってあるんでしょうか。ちょっと体調その辺よくわかんないですけどもね。はい、めちゃくちゃ美味しかったです。ということでね、あとゆっくり食べていきたいななんて思ってるんですけども、まあ食べていきたいなと思ってるんですけどもって言ってもね、ナレーションなんですけどもね。はい、個人的な話なんですけど、体調ですね、これから今日健康診断なんですよ。なんで昨日の夜9時からもうね、ご飯食べられてないんですよ。食べれなくてね、今、まあ、寝て起きてお腹すごく減ってるのに何も食べられないというね、状態で、状況でナレーション入れております。はい、これから健康診断頑張ってきます。隊長龍でした。また見てね。バイバイ。